疲れ様です。 FX オリガルヒの Q&A コーナーでございます。で、今日の質問と回答なんですけども、フィボナッチリトレーストメント、こちらの方についてお話ししていこうと思います。これね、舌が絡まっちゃうぐらい言いにくいんで、フィボというふうに言わせていただきます。まずね、質問からここに出させてもらいますね。フィボ、すいません、いっぱい出ちゃったね。はい、こういうふうにしましょうか。フィボですね、このフィボっていうのはエリオット波動のチャートだと確信した時に 38.2 で反転と考えると思うのですが、このチャートがエリオット波動だと分かるようになるということでしょうか。第一波の時点でエリオット波動だと思えるものなのでしょうか。経験を積めば過程でできていくものなんでしょうか。まだまだこんなこと考える必要はないのかもしれませんが、疑問に思ったので質問させていただきました。はい、お答えはしますけども、このフィボのことですね、それからエリオット波動のことですけども、どちらにしても滅多に出るもんじゃないんで、まあ知識としてね、知っておいた方が絶対にいいんですけども、ただ年間にね 2,3 回使うかどうかっていうものなんですよ、このエリオット波動って。だからエリオット波動は確かに有名なんですけども、そこまで気にするほどね出てこないんで、だったらエリオット波動とか関係ないね、普通のレンジとかトレンドの時にしっかりと稼いでおけばいいんじゃないかなと思います。まあこうやって回答をケムに巻くことはありませんので、しっかりとお答えさせてもらいますよ。もうちょっと段取りをね、整えさせてもらいます。エリオット波動の場合、第一波で分かるってことはありません。ただ第一波で意識します。もしかしたらこれは第2波第3波っていう風に追っかけていくとエリオット波動になるかもしれないなみたいに、もう第1波の時点で意識しながら見ますね。で、第2波の時にああ違ったと思うか、第2波の時におやもしかしたらと思ってね、第3波をまた見ていくみたいな感じで、ああ第3波でああやっぱ違ったかみたいな、まあ、そんな感じです。で、第5波が出たところでまだねエリオット波動と決まらないんですけども、エリオット波動になればいいな、さっきから気づいてるんだけどなみたいに見ることはあります。まあ言ってみればね、宝くじの当選番号の最初の一桁目から意識するでしょ。で、当選番号が自分が持ってるのが5で始まる数だとしたら、ルーレットが回って一番先頭のね数が5だったら、あ、もしかしたら1億円当たるかもみたいに思うじゃないですか、その時点で。まあそんな感じですよね。で、経験を積めばね、仮説を立てることができます。そのシナリオの中にもしかしたらこれがエリオット波動かもしれないなって思うことありますね。また一番最初に 38.2 って書いてますけども、これね意識する数字ではあるんですけども、まあ 38.2 でねきっちりと反転するのかどうかってことははっきり言って分かりません。経験を積んでいくと分かるんですけども、まあ結構そうじゃないなってことが分かります。だから逆にこの数字を意識することによってミスしてしまうことがあるんじゃないかなと思うぐらいですね。はい、じゃあ話を続けていきますけども、ここまでが大体回答なんですよ。あとはフィボのうんちくを語っていきますので、ちょっとここから聞き苦しいかもしれません、ご容赦ください。多分ね4分ぐらい話すことになると思いますよ。まずね、フィボって一体何なんだと。フィボっていうのはテクニカル分析において相場の反転とかね、それから目標値を予想するために用いられる手法の一つなんですよ。だからテクニカルの一部ではあります。で、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチさんが発見しました。で、この方のフィボ数列ってものが一番最初にできて、で、その数字をね、もしかしたら FX や相場にも当てはまるかもしれないなって感じで横から持ってきてるんで、別に FX のテクニカルの中にこれが最初からあったわけじゃなくて、言ってみれば他からその理論を横付けしたようなもんなんで、だからね、私はね、エリオット波動ぐらいは知ってた方がいいと思いますけども、フィボについては、まあ、無視してもいいんじゃないかなと思います。もうちょっとお話し進めるとね、自然界に見られる比率のことなんですよ、フィボっていうのは。で、それがもしかしたら相場の世界にも当てはまるんじゃないかなっていうふうに考えた人が持ってきたってことなんでね、まあなんともね、眉唾ではあるんですよ。で、フィボ数列っていうのはどんなものかっていうと、前の2つの数の和が次の数になる数列で自然界のさまざまな現象に現れるとされている。まあこの時点で何のこっちゃでしょ。で、こういうふうな数列から導き出される比率をフィボ指数とかね、フィボ比率っていうんですよ。で、これをなんだか難しい言葉に当てはめて、相場の高値と安値に当てはめて、重要なサポートラインとかレジスタンスラインを予測しようというふうに努めているのがフィボなんですよ。
だから結論が出たわけじゃなくって、この費用にこだわると逆にね損失を出しちゃうんで当てになんねえやっていう風な結論に来るんじゃないかなと思います。だからね、私の目からすると知ったげにフィボっていうのを持ち出す人って多分勝ってない人なんですよね。いっぱい知ってるけど勝ってない人っているんですよね。例えるとね、ネットワークビジネスに詳しい人っているんですよ。あっちのネットワークビジネスはね、最初の初期費用が安いんだけども会員さんへの分配が高いんだよとかね。でこっちのネットワークビジネスはものすごく信頼できて、で確かな人が紹介してるの。そういうふうにネットワークビジネスに詳しい人って、じゃああなたはネットワークビジネスで稼いでるんですかって言ったら、いやそのなるでしょ、だからネットワークビジネスで稼いでない人ってあっちこっち知ってるんですけども、うまくいってる人って別にあっちこっち行き渡る必要がないんで、1個とか2個で、資産築くわけですよね。それと同じでこの FX のテクニカルの中でも、あれこれ手出してダメな人が知識を深めようとして、ツボにはまってしまうっていう感じですかね。だから最初から申し上げてますけども、逆田工法だけマスターすれば大体いけるんじゃないかなと思います。あとは避けて通れないのがゾーンっていうものとかね、フォーメーション分析っていうのがなければなかなか逆田工法だけじゃ切り抜けられないところが多いんで、この3つを知っておった方がいいよっていうのと、あとは4つ目はね、エリオット波動です。エリオット波動ぐらいは知っといた方がいいかな。でもエリオット波動はそんなに出てこないんで、じゃあ私は4つのテクニカルのね、ノウハウをおすすめしてますけども、もっと言ったら3つぐらいでいいんじゃないかなと。ただエリオット波動ってそんなに覚えるの難しくないんで、ついでに覚えておいてくださいみたいなところですね。はい、それでフィボの主なレベルなんですけども、この数字を覚えておいてください。覚えなくていいです意識しておいてください。すぐ忘れていいです。 23.6%、 38.2%、 50%、 61.8%、 78.6%、ね、こういった5つの数字がフィボ比率としてよく用いられてるんですよ。で、23.6% とか 38.2% が相場が反転する可能性が高いというふうに当てはめられているんですけども、全然 FX とか投資とか関係ないところから持ってきた数字なんで、私は当てにならないと思いますけどね。で、50% に関しては相場の心理的な節目とされています。半値戻しとか言うけれども、じゃあ大きく数字が動いた時にね、あらかじめ半値戻しって分かんないんですよ。3分の1年戻しか半年戻しか前年戻しか分かんないけども、戻るよねぐらいのことをそれっぽく言う人がいるってだけなんですよ。で、サポートレジスタンスラインとして機能することはたまにあるよってことですよね。もうこの時点でもうフィボのことなんてもう知らなくていいやと思うんですよ。ややこしいんですよ。で、61.8%、78.6% なんですけども、より強いサポートレジスタンスラインとして機能する可能性があるってことなんで、5つのパーセンテージを、示しましたけども、言ってみればどこでどうなるのかってことはもう分かんないじゃないかって話なんですよ。ただフィボのメリットとデメリットをまとめていくと以下のようになるかなというところです。まずは相場の転換点を予測することがなんとなくできるかなと。上昇トレンド中の押し目とか下落トレンド中の戻りを予測して売買のタイミングを判断するヒントになります。これですらヒントになる程度なんで、一生懸命ねフィボのことを解析したところで使えないんですよ。空振り三振しちゃいますよ。で、次、目標値の設定、これにもね使うことがあるみたいです。目標となる価格帯を設定して利益確定とか損切りを設定する際の参考になるんですけども、フィボを参考にするよりもトレードの回数を増やしていった方が当たりがつきやすいと思います。要するに感覚値を磨いた方が早いってことです。で、あとは他のテクニカル指標との併用ということも言われてますけども、本当にできる人がいるんだったら出てきてくれってこと。そうなったらいいなってことだろうと思いますよ。他のテクニカル指標と組み合わせることでより精度の高い分析が可能になるらしいんですけども、そういうことを言った人が勝ってるかって勝ってないんでね、だから頭でっかちになるのをやめろと私は言いたいですね。はい、で、フィボのデメリットです。1つ目、万能ではないってことを誰もが意識してます。FX のテクニカル理論ごときが万能であるはずはないんですよ。私はだから4対6で勝ち越しでいきましょうって話をするのは、そういうところなんですよ。万能じゃないんですよ。で、フィボは特に万能じゃないどころか結構外れると思います。で、フィボ数列が自然界の現象に当てはまるからといってね、相場に当てはまるとは限らないんですよ。それは今でもそういうふうに議論されてるわけですよ。だから概ねこれは使えるよねってもんじゃないんですよ。窓ってあるでしょ。
窓ですら当てにならないわけですから、窓よりもイリオット波動とかフィボの方が頻度は少ないですから、だからフィボをどうこうするよりも、まあ逆田五法をみっちりやればいいんじゃないかなと思います。それから他の要因との影響っていうのもデメリットになります。相場は様々な要因によって変動しますから、フィボだけでは正確な予測は困難です。つまりフィボに振り回されるよりもやっぱり逆田五法、こっちの方を当てにした方が勝ち越しは早いです。で、主観的な要素もあります。フィボの解釈は人によって異なるんで要するになんかこのフィボを身につける人によってね、解釈が分かれちゃうんですよ。ってことはそんなもんはやっぱり当てにならないってことです。誰が解釈してもダブルトップはダブルトップでしょ、誰が解釈しても三尊は三尊なんですよ。それ以外はないというふうにまとめないといけないのかなと思いますよね。はい、じゃあね、フィボをそれでもどうしても使いたい方のために注意点を申し上げておきます。他の指標としっかりと併用してください。単独でフィボを使っても意味がありません。他のテクニカル指標、チャートパターンと組み合わせて精度の高い分析を行ってください。それでもフィボなんてない方が分かりやすいと思います。で、相場の状況に応じた活用をしてください。相場の状況によってどのフィボレベルが有効かが異なります。だから結構使えないでしょ。相場の状況によってフィボを使ってダメな時があるって、それじゃあ公式になんないじゃないかってことですよ。はい、そんなとこですかね。はい、フィボは無視、私の、まあ私はそういうふうに思いますね。